ちは、ゆえです。今日もベリーダンスレッスンしていきましょう。ちなみにちょっとお知らせなんですけども、お部屋を模様替えしてみました。こんな感じでちょっとカーテンをね、ピンクからちょっとベージュに変えてみまして、ちょっと統一感を出してみましたね。いい感じですで、一応今日はシャープ9になりますね。もうドラムソロも終わりまして、明日で6月も終わりで、6月いっぱいでドラムソロ終わりになります。復習って感じでね、ちょっとやっていきましょう。ではレッスンスタート。右足を交代させて横向けます。右足で左足ポイントになりますね。で、横から見た時につま先がまっすぐになってる状態、ここがペタってならないで、できるだけね、爪が全て鏡に対してスッて立ってる状態で置いていきます。で、この時に右足の足からまっすぐ前に出したところが理想ですね。で、ほぼほぼ体重乗ってないです。で、右足今伸ばしてるんですけど、ちょっと膝緩めていきましょう。で、そうするとね、腰がね、こういう風に上下運動しやすくなりますね。伸ばしてもできるんですけども、伸ばすと左腰だけしか上げ下げできないんですよ。で、右の膝を緩めることでちょっとね、軽く右腰もちょっと動けるようになります。なので、ちょっと膝ね、緩めてあげましょう、乗ってる方の足も。で、その状態でちょっと頑張って左足を浮かせます。浮かせた状態で右足一本足で立っている状態で、腰をまず上げ下げしてみましょう。上げ下げです。まず最初これができるといいですね。で、ボディもグッと上げて肩下げて、まずこれをやってみましょう。で、腰を上げ下げ上げ下げ、ちょっと慣れてきたらこの足先を置いていきます。触れる程度ですね、こういう状態です。で、ヒップを上げ下げすることをヒップドロップって言います。ドン、下に落とすことをドロップって言いますね。ドン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 。で、さっきダウンキックって言ったんですけども、この落とすことをドロップもしくはダウンって言います。ダウンの後にキックっていうのが、ダウンの後にキックって言って、膝をこっちの膝を伸ばして伸ばす、この伸ばす動きをキックって言いますね。なので、ダウン落とした時にキック、ダウンキック、ダウンキック、これをダウンキックって言います。で、手も横に、横と上に持ってきます。乗ってる方の右足の手が斜め上に向けて、で、乗ってない方の足、ポイントの手の方が横です。ぐーって伸ばして、ふーっとちょっと力抜いた位置ぐらいが理想ですね。で、中指をちょっと反らせると、ちょっと指先も綺麗になります。この状態でほぼほぼ左足には乗ってない状態で、
腰をしっかり揺らす犬がこうダウンダウンダウンドロップダウンダウンダウン、じゃあそれに対してキック入れます。ダウンキック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 。でこっちばっかやってると疲れるんで、今度反対やってみましょう。今度左足横にしてもらって、右足ポイントです。で手も入れ替えていきます。この状態ですね。で こっちも左足が伸びきらないようにちょっと膝緩めてみてください。そうすると腰がね動きやすいです。プラス片足でもできるとなお理想、なお理想、なお良しですね。ダンダンあダン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 、で足先つけてもらってダンダンダン、これドロップですね、ヒップドロップ。でキックが足されそう、ダンキック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 になります。これがダウンキックっていう動きになります。分解すると上げて下げて上げて下げた時に伸ばすって感じです。落とすのと伸ばすのが同時ですね。アップダウンアップ伸ばす、アップダウンアップ伸ばす。で腰をずっと上げ下げ上げ下げで、4回目の時1234回目の下ろした時に伸ばすとダウンキックダウンキックっていう動きになってきます。1234 1234。まず最初分かんなかったら4分割でいいです。4分割出てきたら12と34を足して2分割1212ってやってもらえるといいですね。反対向きましょう。まず4分割1234 1234 1234 1234 1234。次2分割1212 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 1212
げます。この状態で3回ダウンキックしていきましょう。右膝もしっかり緩めて、せーの、ダウン、キック、ダウン、キック、ダウン、キック。そしたら反対です。手を入れ替えて、右足、膝しっかり緩めて、ダウン、キック、ダウン、キック、ダウン、キック。こういう感じになります。シミっていう動きになります。さっき膝を緩めてシミって言ったじゃないですか。これかかとしっかりついてる状態のシミになるんですけども、それをこの動き変わらず、かかとを浮いた状態で腰を上げ下げしていきましょう。これもあのシミになるんですけども、その状態で足を上げ下げしていきます。タンタンタン、もう完全に床から浮いてる状態ですね。かかとを上げた状態で骨盤を上げ下げ、その状態で右腰が上がった時に右に歩いていきます。体重が乗った方の足の腰が上がるんですよね。こっち乗った時、左に乗った時は左腰が上がります。で、それを利用して右に腰上げる、左に乗る、右、左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 っていう感じで移動していきます。で、かかとが上がって、こういう風にちょっと走ってるみたいなのをランニングシミって言いますね。なので前に行ったりとか後ろに、結構後ろ結構多かったりするけども、ベリーだと、まあ、横も横か後ろ、後ろでなんか円を描いたりする動きが多いです。これをランニングシミって言いますね。腰を揺らしながら移動する動きになります。で、右左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 って移動していきます。で、左も左腰からこういう風に移動していきます。で、最初かかと浮かせるのがちょっときつかった場合はベタでも大丈夫です。膝を緩めた状態で、このとりあえず完全に両方浮いても大丈夫なので、とりあえず腰を上げながら右にタッ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 タ、反対もタッ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 、これランニングシミって言いますね。で、振り付けのやつは手を横にして右腰から1、2、3、4、5、6で、ヒップアタック、右腰を2回ドンドン2回アタックします。で、今度は左腰から1、2、3、4、5、6、7、8、今度左にヒップアタック、
ここにボールがあるとしたら、それをタンって当てるイメージですね、お尻で。これを4回やってきます。1、2、3、4、5、6、7、8 2、2、3、4、5、6、7、8。で、手つけていきます。右手クロス、左手はこめがみですね。こめがみにつけていきましょう。その状態で1、2、3、4、5、6、7、8。で、左に行くとき目線も左で、で、逆にこういうふうにクロスさせます。こうだと見えないので、進行方向で1、2、3、4、5、6、7、8になります。で、この状態で今度右に回転していきます。回転、回転は4歩ですね。1、2、3ポイントで、こっち向き、斜め前に向きます。振り付けは1歩目で移動して、2歩目で後ろ向いて、3歩目で開いて、4歩目で左足ポイント。このチョンってチョンっていうのがね、全てポイントになりますね。これで回転していきます。1、2、3ポイントです。で、基本180度ですね。後ろ向いて、正面向いて、チョンで、反対も1、2、3ポイント、1、2、3ポイントで、右足に乗った状態で両膝緩めた状態で腰を上げ下げしていきます。シミですね。シミしながら手を上げていきます。下からふーっと上げていきましょう。で、反対も1、2、3ポイント、シミ。これも4回やっていきます。 OK ですかね。で、4回やった手でいきましょう。その後ヒップサークル、腰を回す動きをやっていきます。ヒップサークル、左腰から斜め斜め右、斜め斜め左で一周させて、右ひっぱたく、ドン、左ドン、ポーズ、合ってるな、合ってるポーズ、ポーズで、右足アップですね。ポーズしてアップです。で、また斜め斜め右で、ツイストっていうのを足していきます。忘れてた、ツイストですね。横に、ここ横にねじる動きをツイストって言います。で、斜め斜め左、ツイスト、また一周させます、腰を。で、左右ポーズアップになります。やっていきます。後ろ向きです。その状態で1、2、3、4、肩揺らします。1、2、3で、右回りでジャンプで、膝しっかり緩めた状態で腰を横に揺らしてシミしていきます。で、今度胸ドン、肩を揺らすで、ジャンプして腰シミに、胸ドン、ショルダーシミに、ポーズで、さっきのダウンキックですね。右膝もしっかり緩めた状態でダウンキック、ダウンキック、ダウンキック、反対ダウンキック、ダウンキック、ダウンキック、正面で、胸を動かしていきます。左前右後ろ、左右回す、左前右後ろ、左右回すで、右肩右左右左右左反対、左右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 正面で、膝しっかり緩めた状態で、さっきのランニングシーン、タッ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 、ヒップアタック、どんどん、骨盤、タンタカタンタカタン、ツイスト、タンタカタンタカタン、ツイスト、タンタカタンタカ、ヒップサークルで、ヒップアタック、ドンドン、ポーズアップ、タンタカタンタカタン、ツイスト、タンタカタンタカタン、ツイスト、タンタカタンタカタン、今度左、タラッタラッタ、ポーズアップになります。1、2、3、4、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 
よし、じゃあ続き行こう。で、なんだっけ、あ、そう、だんだんだん終わりました。パッまで来ました。パッ、あ、ちょ、こっちやな。タダンタラッタッタ、パッまで来ました。そしたら左足ですね。で、前に歩いていきます。全身です。なんでスペースなかったらなんかもうチョン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 でもいいんですけど、クロスして歩きます。タンやったらクロス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 、うーん、うーん、左緩めて、うーん、パッで左足を上げます。上げながら上半身後ろに向きます。パーで、この左足上げた足を床につきながら後ろ前進していきます。1、2、3、4、5で正面向きます。ちょっと分かりにくいんですけども、足だけいきましょうか。1、2、3、4、5、6で上げます。で、1、歩くだけ後ろ。2、3、4で振り向きましょう。4、5でしゃがみます。左膝をね、つく感じですね。右足立たせてる状態です。タッタッタン、タッタッタン、タッタッタッタ、タッタッタン、タッタッタン、タッタッタン、タッタッタッタ、タッタッタン、タッタッタンになります。もう一回行きましょう。パッやったら、タッタッタン、タッタッタン、タッタッタッタ、タッタッタン、タッタッタン、タッタッタン、タッタッタッタ、タッタッタンになります。で、後ろは私はこうしてますね。すぐに上がれるように、次すぐ上がるんですよね。こういうふうにスッと上に伸びていきます。で、右肩から肩を動かしていきます。右左右左右、次左右左右、ダウンアップ、わざわざ触れちゃった、ダウンアップで上がっていきます。バランス崩れました、すいません。右左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 右、ダウンアップになります。ここまで大丈夫ですかね。ダウンアップしたら腰をねじります。上半身をまず左で右にスッとやって、骨盤を4分の1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 回していきます。で、回したら頭と同じでかかとついて趣味していきます。で、胸ドンして肩を揺らしていく、ショルダーシュ、またねじってトン、趣味、胸ドン、ショルダース、趣味、胸ドン、ショルダース、趣味、手上げます。最後は胸じゃなく手を上げるだけですね。で、そしたら右に移動していきます。手は三角形のマークですね。こういう風に右に移動していきます。で、出した足の腰が落ちます。出てない方の足が高くなりますね。で、今左足に乗っている状態です。左足に乗ってて、で、寄せていく。で、今ちょうど真ん中です。出して寄せる、出して寄せる。ここが伸びる感じですね。ここの筋スで、こっちが寄っていく感じ。戻るス、戻るス、戻るス、戻る。こういう動きをやっていきます。タッタッタタッタッタタッ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 タ、3回移動しますね。で、今度反対、今度左腰が落ちて右腰が上がってます。ちょっとモデルポーズみたいな立ち位置になりますね。タン、トン、タン、トン、タン、トン。で、出た足の時に手を押します。押して戻す、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 押して戻すです。で、今度右足、持ってない方の右足から前進していきます。前に。で、その時も今度右腰が、前進の足は落ちるって覚えておいてください。落ちます。で、左腰が上がっています。もうモデルポーズですね。こういうグラビアアイドルとかありそうな、今こういうポーズしてるのかちょっと私もよく分かってないですけども、この状態です。で、この出した足の耳、こめがみにクロスで中指、人差し指か、人差し指つけます。で、横です。右手はターン、パッ、ターンしたら
戻って今度反対でまた戻って反対戻って反対、これちょっと慣れが必要だと思うんですけども、タン寄せてタン寄せて出る寄せて出るって感じです。なんとなくやってみてください。せーの、右左右左、そしたら今度腰を一旦左に助走してから右斜めにスッかかとついてシー右ツイストスシー右タンタン左右で後ろ向きます。左右で後ろ向いて手つけずにシー右で正面向いてフッシミしながら手上げて音切ります。
タタタラタンタンタンタカ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 タンタンタンタカタカタカタタンタンタンタカ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 タンタンタンタララタタタタタタンタンタンタカ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 タン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 
れ様でした。今日のレッスンもどうだったでしょうか。今日もいい感じでレッスン行きましたね今日すごく天気が良かったんでね、楽しくできたと思います私が、はい、じゃそんな感じで、もしね分からないことがあったりとかしたらコメントぜひください。では今日のレッスンも以上になります。お疲れ様でした。